世界最古の地下鉄であるロンドン地下鉄地下鉄は地下鉄道の略で路線の大部分が地下空間に存在する鉄道である。主に都市高速鉄道として建設される。英語圏では地下、地上を特に区別せず地下鉄を含めた都市高速鉄道をラピッドトランジットと総称する場合が多い。地下を通る路線は地下を走行するため景色が存在せず、 観光用途には向かないが、高架橋の上を通る路線と同様に踏切や交通信号などの存在を介した道路など、他の輸送システムとの相互干渉がないため、市街地が密集している大都市の中心部など本来、定時運行が難しい場所でも定時運行が可能であり、踏切事故などの交通事故の危険性も地上の鉄道路線に比べて低い。 また地上を走る路線と異なり、強風あるいは雨、雪、霧などによる影響も受けることがなく、この点も定時性確保に寄与している。運転時の視認性が悪いため、信号などの保安装置もより安全なものが採用されていることが多く、衝突事故の危険性も低い。しかし、低所を走るため排水設備に不備があると水害の危険があり、近年は、 テロリズムの脅威が認識されている。また、欧米では、防火設備の不十分な古い地下鉄も多く、木製の車両やエレベーターが存在しているところもある。広報にもよるが、地下路線の建設が終了すると地下鉄建設に、関係する資材や地下鉄の構造物による地上の土地の占有はほとんどなくなる。地上の構造物に影響を与えることなく、 地下に路線を建設できる広報もあり、その場合は工事中に道路の車線が減少するなどの地上の交通や都市の景観への影響が少ない。また、市街地の地下に路線を通す場合、国によって事情は異なるが、多くの場合、法律や地上の土地所有権などが絡む問題を回避する都合から道路の地下に通すことが多い。道路の地下に路線を建設すると、 路線の形状やルートが都市の構造に依存するため、長い直線的な道路が地上に存在しない場所では、路線が複雑に曲がりくねったりするほか、細い街路の地下にしか通せない場合、小型の車両を採用した路線になることも珍しくない。そのため、一部の路線で地形の都合や建設費削減のために地上区間や降下区間を併用することもある。 ストラトフォード駅のロンドン地下鉄及びクレーターアングリアの乗り換えプラットフォーム。同駅にはドックランズライトレールウェイも乗り入れる。地下鉄と一般鉄道はハード面では互いに独立したシステムとなっている例が大半だがドイツ等では路面電車やバスを含めた大規模な共通運賃制度が実施されソフト面で連携が進められている例が多い。一部の路線では 交通機関同士でダイアグラムを調整したり、乗り場を同一平面に置くなど、円滑な乗り換えができるように考慮されている。一方で、相次ぐ路線の増設により、駅が離れていたり、経路の案内が分かりづらかったりと乗り継ぎが不便になっている例も、まま見受けられる。なお、郊外電車の運営事業者が都心部で、独自の地下線を有するケースがある。この場合、 地下鉄と同じ役割を果たしていても地下鉄と認識されない場合が多い。空港連絡鉄道としても重宝されており、世界の主要な都市の空港では地下鉄が乗り入れを行っているケースが多い。地下鉄は建設にも維持管理にも莫大な費用を費やす交通機関であることから、大量の輸送需要が見込める都市でないと建設、維持することが難しい。そのため、 地下鉄のある都市の多くは100万人以上の人口を抱える都市圏である。さらに建設費の償還や維持費の確保のため他の公共交通機関と比較すると運賃が割高な傾向がある。建設しても需要が予想をはるかに下回った時非常に大きな負担となる場合もある。最近では建設費用や維持費用が安く、 バリアフリーで環境に優しい LRT を導入する例が増えている。さらに、発展途上国の場合、維持していけるだけの需要が見込めるにもかかわらず、経済的に建設できる能力がないとき、先進国からの政府開発援助や世界銀行からの融資によって建設されることがある。第一次世界大戦、第二次世界大戦の際、ロンドン地下鉄が、 防空壕の役割を果たしたことから、戦争や自然災害などの有事の際の大規模な避難所としての利用が想定されていることがある。その例として、急戦状態の韓国では、ソウルや富山などで地下鉄とともに地下街や地下通路が多く整備されており、軍事都市の側面を持ち合わせている。北朝鮮の首都平壌の地下鉄は、 地下150メートルという大深度に建設され、核戦争に備えている。これはソ連期に作られたモスクワやレニングラードの地下鉄も挙げられる。ブルガリアの首都ソフィアの地下鉄は駅の入り口に防爆扉がついている。軍事において兵力や物資の輸送も可能であるため、各国の軍隊によって物資輸送演習が行われることがある。 最も完全に安全というわけではなく、日本では太平洋戦争の際、比較的浅いところを走る東京メトロ銀座線で空襲による損傷を受けており、現在でも銀座駅にその跡が一部に残存している。ロンドン地下鉄においても直撃弾により大きな被害が出た例が複数ある。また、国会議事堂前駅や東京メトロ有楽町線のように有事を想定した、 建設が行われているという都市伝説があるふする例もある。キングスクロス、セントパンクラス駅におけるメトロポリタン、鉄道建設工事の様子地下鉄の歴史は19世紀のイギリスのロンドンから始まった。1863年1月10日にメトロポリタン鉄道のパディントン駅からファリンドン駅の間、約6キロメートルが開通した。当時のイギリスは、 鉄道の建設が盛んであったが、ロンドン市内は建物が密集しており、地上に鉄道を建設できなかったためである。この路線を計画したのは、ロンドンの法務官であるチャールズ・ピアソンで、1834年に開通したテムズ・トンネルをヒントにしたとされる。車両は開業当初から1905年に、電化されるまでは蒸気機関車を使用していた。 硫黄を含む煙が発生するため、駅構内は密閉された地下空間ではなく、換気性を確保した吹き抜け構造となっていたほか、路線の一部も掘り割りであった。地下鉄を意味することも多い、メトロという単語の語源は、このメトロポリタン鉄道に由来している。そして、そのメトロポリタン鉄道を語源として命名された、パリの地下鉄の略称であるメトロから世界中に、 その故障が広まったと言われている。イギリスでの開業後はしばらく間が空き、30年、近く経った19世紀末から20世紀初頭に欧米の各地で建設されていく。1875年にトルコのイスタンブールで地下ケーブルカー、トュネルが開業した。1896年にハンガリーのブダペストでも本格的地下鉄が開業。ブダペスト地下鉄は、 当初から電化されており、これは地下鉄としては世界で最初の電化路線であった。さらに1898年にはアメリカ合衆国のボストン、そして1900年にはフランスのパリにおいて開通した。ドイツのベルリンでも1880年頃には地下鉄を通す計画が存在したものの反対勢力によって計画が遅れ、開通は1902年であった。 第二次世界大戦が開戦するまでには、南米や日本、ソビエト連邦の大都市でも建設が行われ、戦後は中規模の都市にも広まった。1970年代以降は発展途上国でも整備され公共交通機関として一般化した。一般的に地下鉄と呼ばれる路線でも、広角間や地上区間を有することはあるが、トンネル構造物が、 区間の大部分を占める地下鉄では保守点検作業に多くの手間がかかる。そのため、それを少しでも減らすために維持の手間が少ない直結軌道やスラブ軌道の路線を採用していることが多い。この方式では床や枕木にコンクリートを使用するため砂利量敷き詰めるバラスト軌道に比べ寿命が長く、車体への負担も少ないという利点がある。その代償に初期費用が バラスト軌道に比べて非常に割高である。世界のすべての地下鉄が電化されている。その電源、終電方法は国や路線によって様々である。電源は直流600から 1500V が主に使われている。交流を採用している路線はインドのデリーのみである。アジアでは 750V と 1500V が、ロシア、東ヨーロッパでは 825V が、 西ヨーロッパや北、アメリカでは 600V から 750V が、南アメリカでは 750V や 3000V が主流である。終電方法は、第三機乗方式と架空電車線方式があるが、国や地方同士の中でも混在しており、分布の偏りは見られない。なお、第三機乗方式は、鉄道が走行する2本のレールに並行して3本目のレールを付設し、 このレールを通じて電源を供給する方式である。地下鉄において終電方法に第三基準方式を採用すると架空線の場合よりもトンネルの断面積が狭くなり建設費用が抑えられる。同じ目的で日本などの一部の国では鉄輪式リニアモーターカーも採用されている。横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅にて安全対策のため設置された。 ドームドア地下鉄の他に地上の鉄道路線や高速鉄道などの複数の路線が乗り入れるターミナル駅こそ地上構造物を共有している場合があるものの大抵の地下鉄のみの駅は地上に駅舎の設備を持たず全ての設備を地下に備えていることが特徴的である多くの地下鉄駅の場合地上の構造物は簡易的な構造となっており地下へとつながる商工設備つまり 駅への入り口のみで構成されている。だが、地上、地下への階段の上り下りは、障害者や高齢者にとっては、地下鉄を利用する際の妨げとなっている。そこで、近年各国で新設されている路線ではこれらの人を対象にエスカレーターやエレベーターを設置するなどして、駅をバリアフリー化する試みが行われる。地下鉄しか乗り入れていない地下鉄駅の入り口は、 バス停留所のように歩道へ設置されていることが多く、一目で地下鉄駅だと認識できるような工夫がされている。例として、地下鉄を運営する団体や、路線のロゴを掲げたり、ペイントアートを行ったりする例が挙げられる。また、駅構内の広大な壁面を利用し、広告の掲示や絵画などの美術作品の展示が行われることもある。地下鉄のプラットフォームは地下にあることが多い。 地下にある場合、換気設備や消火設備の重要性が特に高いため常に整備する必要がある。しかしながら、駅の構造や予算の問題等で十分に整備が行き届いていない路線が多いのが現状とされる。1990年代以降に建設された一部の路線には落下防止策やホームドアの設置といった安全対策も行われている。また、 地理や言葉に不慣れな乗客のために、校内の放送だけでなく、プラットフォームに列車の行き先、種別を表示したり、駅名をアルファベットで表記したり、案内用として各駅に固有の番号を付与するなど、各種の配慮が講じられるようになってきている。東京地下鉄銀座線線傾斜両内にて、現在地及び次の停車駅を示す情報パネル。 各駅には固有の英数字の記号が付されている点に、注意開業当初のロンドン地下鉄の車両は蒸気機関車牽引だったため、石炭を燃焼した際の煙を水槽内の水に通過させることによりトンネル内に排出されるバイエント熱を抑える構造を備えていた。その後は電気鉄道となるが、概ね幅2500ミ、mm、リメートル程度。 長さ1万5000ミリメートル程度の小柄な車両が用いられた。その後、幅2800ミリメートル、長さ1万8000ミリメートル程度までに大型化する。第二次世界大戦後はさらに車両が大型化し、東アジアでは幅2800の3200ミリメートル、長さ2万ミリメートル程度の大型車両が用いられる。例もある。一方で建設費の点で、 トンネル断面を小さくした結果、車両も特殊な小型車とする例もある。車両性能は高速性能より高加減速性能や、途半性能が重視される。このため、電動車の比率が高い。既存の構造物を避け、道路下などの強硬な土地に建設されるため、急曲線と急勾配が多く、駅間距離も短いためである。 車体は大量の人員を輸送する関係で多くの扉が取り付けられている。全長1万8000ミ、mm、リメートル以上の車両を中心に片側4扉以上の車両もあるが、世界的には1両あたり片側3扉が主流である。また、列車の編成長は欧米で100から120メートル前後、アジアでは200メートル程度のものも見られる。座席は欧米では、 クロスシートの例が多く、アジアではロングシートが多い。素材には外反には燃えにくい。金属材料を使用するのはもちろんのこと、内装材にも不燃性難燃性の素材が推奨されている。これは避難経路の限られた地下空間での火災の発生が大惨事を招く可能性が高いためである。しかし内装材については日本などの一部の国を除いては依然として 可燃性の素材が用いられていることが多い。中には、古い全木製の車両が使われている路線もある。なお、地下鉄の運転士は、前面窓への明るい室内の移り込みを防ぐため、運転室と客室間の仕切り部分のカーテンを閉めて、運行する。また、地下鉄を名乗るが、地上区間に駅を持つ路線も存在する。地下鉄車両の冷房化はそもそも欧州では、 必要なところが少ないが、それ以外の地域でも遅れていた。これには以下の理由がある。車内を冷房すれば、それによって発生する熱とドレン水が、車外に放出され、トンネルと液が蒸し暑くなる。次に冷房用の電源が必要であり、電動発電機を大容量のものに変えるか別に、搭載する必要があり、その場所を確保できなかった。そもそも、 第三機場を採用した地下鉄は車両限界が小さく冷房装置を積むだけの空間もなかった。しかし技術の進歩によってこれらは解決された。大きな要因は発電ブレーキから回生ブレーキへの進化で大容量の抵抗器が不要となったことと制御方式に抵抗器を用いない。 サイリスタチョッパ制御やインバータによる可変電圧可変周波数制御が普及したことが挙げられる。これによって車両から熱源をなくすことが可能となり、さらに冷房用の電源を積むスペースもできた。その電源にも電動発電機より小型の静止系インバータを採用することでより小スペース化が進んでいる。冷房装置そのものについても小型、高効率化が進み、 第三機上終電の車両でも、その屋根に薄型のものを置けるようになったことから、大阪市営地下鉄の重慶を皮切りに採用が始まっている。現存する特殊な車両を用いる例として、ゴムタイ屋敷が挙げられる。フランスと日本でそれぞれ異なる方式が開発された。フランスのものは、カナダのモントリオール万国博覧会の開催に合わせて建設された。これは、 ゴムタイヤを使用した最初の路線であった。通常のレールと車輪を案内とし、その外側にゴムタイヤとその踏み板を設ける方式である。他に、パリ、メキシコシティでも同様の方式が採用されている。これに対し、日本の札幌で実用化されたものは、走行用のゴムタイヤの他に中央に1本の案内機場を作り、それをゴムタイヤで挟む方式で、 鉄器と鉄輪を持たない。ゴムタイヤ方式では、騒音の発生が少なく、発射時の加速度や停車時の減速度が高く、その変化も滑らかであるという特徴を持つが、消耗したタイヤの粉塵が舞うことから、健康被害を心配する声もある。また、転がり抵抗が、鉄輪式に比べ大きいので、消費電力が多く、タイヤの交換周期も短いため、ランニングコストが、 鉄輪式よりも高くなる。タイヤには、荷重負担力の大きいラジアルタイヤが用いられており、パリでは、過去にパンクした際、内部のスチールコードが、第三機上と接触して短落する事故も起きている。建設費を抑えるため、1980年頃からは、性能を保持したまま車両を小型化することが可能な、リニア誘導モーターによる、非粘着推進の車両が登場した。 車両の搬入については地上に置かれた車両基地へ送る地下の車庫の直上に搬入用の穴を設けてクレーンで下ろすといった方法がある。車両メーカーからの車両基地への輸送方法は乗り入れ先の地上を走る鉄道線経由で送り込む他の鉄道路線との物理的な接続がない場合には一般道路をトレーラーによる陸送で送り込む方式が取られている。 地下鉄の建設方法は他の地下構造物の建設と同様に様々な種類があるが、その中でも特に主流を占める工法は、改作工法とシールド工法の2種類である。改作工法による地下鉄建設現場地面の土を掘り返し、路線を建設した後に埋め直すという工法。オープンカット工法、切り開き工法とも呼ばれる。 工事費が安く工期が短いのが特徴で、1980年代まで世界各地の地下構造物の建設工法として主流であった。一方で地面を改作することに起因する制約も多く、地面から深い場所や路線の上に建造物や河川などがある場合は使えない。日本の京都のように地下に多量の埋蔵文化財を抱えている都市では、 改作工法による工事の前に埋蔵文化財の発掘調査が必要になり、その分の経費と時間が必要となる。また道路上を改作するため道路交通の障害になるという問題もあるが、交通量の多い時間帯には、工事を止め、改作した穴を一時的に鉄板で覆って、上部を通行可能とすることである、程度緩和することができる。 東京メトロ、半蔵門線の近視町駅付近のシールド工法で作られたトンネルシールド工法は横から掘り進むことによってトンネルを掘る工法。マーク・イザムバード・ブルネルによって考案された。地下鉄の深さまで垂直に穴を掘った後、路線を建設する予定の空間にシールドマシンと呼ばれる円筒状の機械で掘り進みながらトンネルを作っていく。 複数の路線が地下で立体交差する場合や、季節の地下鉄路線や下水道などの地下構造物が近くに存在したり、駅の地下空間にすでに何らかの建造物が存在する場合には有利であり、さらに地上の交通にほとんど影響を与えないといった利点を持つ。さらに、埋蔵文化財を持つ地域においても、文化財の存在する地層よりも深い部分を、 掘削することによって文化財に影響を与えないことが可能であり、改作工法では必要となる埋蔵文化財の発掘調査にかかる費用と時間を省くことができる。現在では地下にも多くの構造物があり地下鉄、路線自体も以前に比べて地下深くに建設されるようになってきたため、地下鉄路線の建設はシールド工法が中心になってきている。 しかし面積が広大である駅舎や地面から浅い場所で特に地上交通に配慮する必要がない路線は改作工法が有利でありどちらの工法も状況に応じて利用されている岩盤が特に硬い場所などでは掘削した部分を素早くコンクリートで吹き付けて固めボルトで固定する新オーストリアトンネル工法が用いられることがあるまた河川の下では 戦艦工法や地上で作ったトンネルユニットを水中で連結する沈米工法が用いられることもある。また、掘削部に近接してあるいは直上に既存の建造物の基礎や杭やあるいは下水管などがある場合、その沈下を防ぐためそれらの荷重を代わりに受ける構造物を構築した後に掘削を行い、トンネルや液設備を設けることがある。 いずれも限られた場所でのみ用いる広報である。地下鉄の管理団体は2種類に大別される。一つは政府や自治体といった公営と呼ばれるもので、もう一つは民間企業の民営と呼ばれるものである。また、そのどちらもが混在している第三セクターと呼ばれる形態も存在する。もっとも一見民営企業であっても、その出資者は地元自治体のみで、 実質公営という事例が欧州を中心に多数存在する。また逆に一見公営の地下鉄だが運営は民営企業に一括して委託するケースがある。該当する例としてフランスのリヨンとリールの地下鉄が挙げられる。これらは対外的には市営地下鉄として案内されるが実際には市から委託された民営会社が運行している。ロンドンでは 当初、民間のいくつかの鉄道会社が地下鉄路線を建設し、統一性や計画性のないまま各々の会社が運営していた。しかし1933年にすべての路線が公的な団体として統合された。その後現在では一社の民間企業として運営している。このように運営団体が変わることも珍しくないほか、地下鉄路線の建設が非常に高額なために、 公的な団体が路線を建設し、民間企業が運営に当たる例もある。運賃は乗る時間、距離を問わず定額である場合が一般的であるが、日本を中心とするアジアの路線では距離に応じて運賃が増加するシステムを採用している。ドイツを中心とするヨーロッパでは地下鉄を含めた交通機関に対してゾーン制と呼ばれる統一の料金システムをとっている。 ゾーン制では、中心部とそこから、同心円状にゾーンを設定する。同じゾーンの中では、料金は均一であるが、ゾーンをまたぐにつれて運賃が増加するというものである。なお、欧州を中心に、交通事業者の連合体が結成され、交通機関の共通運賃制度が取られている例も、多い。日本の鉄道改札での非接触型 IC カードの、 使用方法多くの路線では自動改札が導入されている。これは大量の人員を裁くためだけでなく維持費を削減する目的もある。自動改札には専用の切符やカードといった乗車券を挿入して扉を開けるものと効果を入れることで回転棒が回るものの2種類が一般的である。日本の地下鉄では磁気情報が記録された切符を自動改札で読み取り、 入り出場の記録をとって、運賃不足を自動判断できる改札機が広く使用されており、また交通系 IC カードを用いた運賃収受システムも急速に普及しつつある。一方で、ドイツ、オーストリアなどでは信用乗車方式が実施されている。これは、駅の改札等を一切廃止する代わりに、抜き打ちの車内検察を行うものである。この場合、 正規の切符を所持していない場合、正規料金に加え、その8倍以上の罰金が請求される。地下鉄は大都市における大量輸送を第一の目的としているため、待たずに乗れることが要求される。そのため多くの地下鉄網では、日中の列車運行間隔が5から10分程度に設定されている。特に、モスクワなどでは、混雑時に1分程度に設定されている。 列車は各駅に停車するものが大半だが、東京などでは日中に一部の駅を通過する、環球運転を実施している路線があり、その例として、東京メトロ東西線、東京メトロ副都心線、都営地下鉄浅草線、都営地下鉄新宿線などがある。ニューヨークでは、上下線に、各駅列車用の軌道と急行列車用の軌道がある、副副線区間や、 上下線の複線軌道に午前と午後で進行方向が逆になる単線軌道を加えた副単線区間が多く存在することからほとんどの路線で各駅停車と急行の2種類の列車を走らせている。世界の大多数の地下鉄網では保守点検のため深夜から早朝にかけての時間帯には運転を行っていない。ニューヨークの地下鉄などは数少ない例外で 複々線や副単線区間では、深夜や週末に一軌道に保守点検を施しながら、残りの軌道で営業運行ができるため、24時間の終日、運行を行っている。日本や韓国の地下鉄では、営業母体の異なる郊外の通勤鉄道線と地下鉄網の軌道規格を統一することにより、多くの通勤列車を郊外から都心へ直通運転させていることが、 特徴的である。地下鉄は雪や氷、氷強風、台風、竜巻などには強いものの、地震や水害、火災、人為的危険などには弱く、地下鉄の構造上、これらの被害にあった場合が惨事になる可能性が極めて高い。そのため安全に関する取り組みは開業以前から研究され続けている。かつては地下鉄は地震に強いとされていた。しかし、 阪神、淡路大震災で神戸市営地下鉄と神戸高速鉄道が多大な被害を出した。後の研究で路線が地下を走行する都合上、路線区間はトンネルとして建設されているため、地形が大きく変動することのある地震には弱いことが分かっている。地盤の柔らかい土地では特に注意が必要である。また、路線上の地面が低海抜の場合は、 防波堤の決壊により海水が流入することが想定されるので下記の水害を併発する恐れがある。地下鉄のシステムは地面よりも低い位置にあるため地上に降り注いだ雨などの水が地下鉄の設備に侵入してくる。例えば2012年10月にはハリケーンサンディによる浸水によりニューヨークの地下鉄が全面的に停止した。そのため十分な防水。 排水設備を持たない場合、水没することもあり得る。このため、地上の駅への出入り口を一段高くしたり大雨の時などは、駅出入り口の防潮板や線路上の防水扉を展開して閉鎖されることがある。東海豪雨などの浸水などがその例である。古くに建設された地下鉄などでは、駅や車両の火事対策が十分になされていない例もある。 また狭い地下空間で火災が発生した際、十分な旧廃棄設備が整っていない場合は、瞬時に煙が充満して被害が一層深刻化することも問題視されている。1987年11月18日、ロンドン地下鉄、キングズクロス駅で起きた火災で31名が死亡した事件では、ロンドンの地下鉄には古い木造の構造物が多く残っていたことが、 指摘されたが、これをきっかけにして、日本では地下鉄駅構内の終日全面禁煙が実施された。2003年2月18日に、韓国のテグ公域市の駅構内で発生した、放火による地下鉄火災では2編成12両を全焼死者192名、負傷者148名を出した。被害が、ここまで深刻化した原因としては、 車両の内装に可燃性の素材を使用していたことと、駅構内の排煙設備の不備によることが主である。車両の材料が燃焼した際に生じた位置、酸化炭素などの有害物質による中毒による死亡者が特に多かった。また、火災現場に後から入線した列車の乗客で、当該列車が延焼し始めたため、運転士は指令に従い、運転キーを抜き退避した。 これに伴い、扉は自動的に閉鎖状態になってしまい、車両に取り残され、消失したものも多い。1995年3月に東京で起こったオウム心理教による地下鉄、サリン事件や同年7月のパリメトロの爆破事件、2005年7月にロンドンで起こったロンドン同時爆破事件など、地下鉄には人為的危険行為に対する脆弱性がある。 また、2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件では倒壊した世界貿易センタービルの直下に地下鉄の駅があったため、建物の下敷きになって押し潰されたことで駅が破壊された。前述のようにトンネルの断面積を狭くすれば地下鉄の建設費用は安く済む傾向にある。同様に地下駅のプラットフォームもなるべくなら狭い方が良い。しかし、 ここで問題になるのが人身事故である。通勤、通学のラッシュ時、催事のある時などには大勢の人がプラットホームに集まり人身事故の起こる確率が高くなる。これを解決するためにホームドアや可動式ホーム柵が採用されることが増えてきている。ロンドン地下鉄の一部駅などではレールを同床から高く傘上げして付設し、転落者を銅床に落とし込んで、 フレシャさせないような構造が取られている。ヨーロッパでは、ロンドンでの開通以来、20世紀半ばまでに、主要大都市の多くに、地下鉄路線が建設された。ロンドン地下鉄、S7S8K フランクフルト地下鉄、U5 型パリ地下鉄、MP89 系。金属車輪の案内機場と走行用のゴムタイヤの、両方を備えるのが特徴。モスクワ地下鉄、 マヤコフスカヤ駅ニューヨーク市地下鉄 R160 系南アメリカで初めて開通した地下鉄は1913年12月アルゼンチンの首都ブエノスアイレスであるその他南アメリカ大陸の中で地下鉄がある国はブラジル、チリ、コロンビア、ベネズエラ、ペリューの合わせて6カ国であるアジアで最初に地下鉄が走ったのは日本である 日本では大都市部に人口が密集しており、地下鉄を建設するには都合の良い都市構造であるため、特に地下鉄路線が盛んに作られる。アジアの地下鉄は20世紀後半以降に飛躍的に発展したが、これは交通渋滞緩和を目的とした地下鉄建設が主流であったためである。第二次世界大戦後の独立や経済成長などによって都市化が進み、 地下鉄の需要が高まった。また、日本や石油産出国などを除いた場合、政府開発援助などによって建設された路線の割合が高いというのも特徴の一つである。アフリカは第二次世界大戦後の1960年頃まで多くが欧州先進国の植民地であったが、その間地下鉄は建設されなかった。2010年までは地下鉄が存在する都市は、 エジプトの首都であるカイロのみであった。エジプトでは、痴漢対策及び宗教上の観点から、女性専用車両が導入されている。アルジェリアの首都であるアルジェでは、2011年11月1日より、アルジェ地下鉄の営業運転が開始されている。ナイジェリアのラゴスでは、2018年の開業を目指し、建設中である。また、エチオピアの首都アディスアベバでは、 地下鉄建設は計画の段階である。シドニーには、シティサークルメルボルンには、シティループと呼ばれる地下環状線があるが、距離が短いため、地下鉄とは認識されていない。これらは、ターミナル駅で電車の折り返し運転を減らすために、建設されたものである。ありがとうございます。